はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日はね、お昼ご飯久しぶりにね、モスバーガーさん行って、スパイシーモスバーガー買ってきました。あとモスチキンでしたっけ、モスバーガーさんのねチキン、私これ食べたことないんでね、ちょっとね食べたいなと思って、動画でね、他の方の動画でね、モスバーガー食べる動画見たらね、もう久しぶりにもう食べたくてね、もうバイク走らせて今日買ってきましたね。では、飲み物は一応ね、朝日さんのドライゼロね、ノンアル用意しました。で、一応ね、焼酎も用意したんですけどもね、どうしようかなと思って、まずはじゃあノンアルプシュッと開けてね、焼酎どうしようかな。もうバイク運転、今日はもうなんか午後から雨らしいんでね、まあ運転する予定は午後からは、ね、ないんで、お酒飲んでも大丈夫は大丈夫なんですけども、まあじゃあまずはね、ノンアルね、ちょっと乾杯してね、でお先に失礼してねいただきたいと、まあ、なしわしわノンアルしわしわでねいただきます。うん、あーうまっ。ではモスバーガーね、モススパイシーモスね、スパイシーモス食べるのも初めてですね、私普通のモスバーガーばっかり食べててね、今までこんな感じですね。やっぱモスバーガー美味しいですよね。ちょっとね、場所が遠いんでねちょっとね、バイクで行ってきたんでね、今日は、ちょっとね、モスバーガーさん美味しいんですけども、場所がねちょっと悪いんですよね。ではスパイシーモスいただきます。うん、やっぱ美味しいな。スパイシーってことですけども、そんな思ったほど辛くないのかな。ピクルスかな、この緑色のやつは。ピクルスじゃなくて辛いやつなのかな、これハバネロかなんか、ハバネロっていうか、なんか辛い青唐辛子かなんかが入ってるんですかね。この辺、じゃあこの辺辛そうなとこね、いただきます。うん、うん、思ったことは辛くないかな。うん、ではシュワシュワ飲んでね。ちょっとね、手拭きたいね、手拭かないとね手がベタベタになっちゃうんで、手を一回拭いて、でよいしょ。シュワシュワのおかわり、焼酎入れたいなではね、野菜サラダ、これはスーパーで買ってきた野菜サラダですね、モスバーガーさんのやつじゃないです。野菜サラダ、もうキャベツですよね、ほとんど。ではこのモスチキンね、これね、チキンも私初めて食べます、モスのチキン、ね、いただきます。サクサク、結構塩気が効いてますね。
喉詰まっちゃう。ちょっとだけ入れようかな、ね、ちょっぴりだけね、お昼なんで軽くね。一回置いといて、じゃあまたねスパイシーモスいただきたいと思います。トマトが入ってるのが美味しいんですよね、モスバーガーはね。モスバーガーってリニューアルされたんでしたっけ、ソースが。あ、結構辛いな。あ、ピリピリきますね。やっぱりこの緑色のやつが辛いやつなのかなね。シュワシュワ、あ、なんか最初食べた時あんまり辛く感じなかったけど、だんだん辛みが効いてきますね。スパイシーモスチキンね。すごい衣がザクザク。じゃああとはね、またあのゆっくりね続きご飯食べて、お昼ご飯食べていきたいと思います。ではね、あとでまた動画編集してアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。でね、シュワシュワ飲んで、いや今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。あとはね、ゆっくり食べたいと思います。